サール四4 5型ミサイル艇はイスラエル海軍のミサイル艇の艦級。ヘリコプター運用能力を備えたアリア級と並走を強化したロマット級、主機関を強化したヘッツ級の3つのサブクラスがあったが、後にロマット級は前提がヘッツ級と同規格に改装された。基本的には先行して建造されたサール4型をもとに船体を延長したものである。 最初に2隻が建造された。アリア級では船橋構造物工法に中型ヘリコプター1機を収容できる格納庫を設け、その直後の戦備艦班をヘリコプター艦班とすることでヘリコプターの運用能力を備えている。これは主としてハープーン艦隊艦ミサイルの測定に用いられていた。続く2隻はロマット級として建造された。これは ヘリコプター運用能力を省く代わりに並走が強化されており、ハープーンの搭載数は倍増、ガブリエルの搭載数も4発から6発に増加した。また、戦備艦班に7 6ト、mm、ル単装速射砲が追加された。ロマット Q3 番艇以降は全面的な解説系を受けており、ヘッツ Q と称されるようになった。出機間は、 より大出力のム津 16V538TB93 に換装された。並走面では、艦隊空ミサイルが追加されており、バラク股間防空ミサイルを収容した8セルの VLS を4機、ガブリエル発射塔と 76mm 単装速射砲の間に搭載している。またレーダーは国産化されている。後に、ロマット級の2隻もこの規格に改装されたほか、 三隻については、サール4型の船体や一部偽装を流用、改装して建造されている。なお2004年1月、アリア級はメキシコ海軍に売却されたが、この際にハープーンが撤去され、SSA 装備はガブリエルのみとなった。ただしハープーンも搭載スペースは残されている。ありがとうございます。